こんにちは。シネマプロムナードへようこそ。案内人のウッチーです。今回は映画好きにはたまらないイギリス映画の名品リトルダンサーをご紹介します。1984年、当時鉄の女と呼ばれたイギリスの首相マーガレット・サッチャーは、国の財政再建のために赤字炭鉱の閉鎖と補助金削減という政策を打ち出します。これに反発した全国炭鉱夫組合はストに突入しますが、このストが合法的でなかったことや、有料炭鉱の組合がストに反対したことなどから、炭鉱夫たちの間に激しい衝突が起き、警察が介入するという事態となりました。スト破りの家族が脅迫され、凄惨なリンチもあったといいます。リトルダンサーはまさにこの時代にイングランド北部の小さな炭鉱町で起こる奇跡の物語です。少年ビリー・エリオットは炭鉱夫である父と兄、そして軽度の認知症を患う祖母と一緒に暮らしている。音楽好きだった母はビリーが幼い頃に亡くなっていた。父と兄はストライキに参加している。ボクシング好きな父は近所のジムにビリーを通わせているが、ビリー自身は殴り合いに馴染むことができなかった。そんなある日、ビリーはジムの隅で開かれていたバレエ教室に魅せられ、密かにバレエコーチのウィルキンソン夫人の指導を仰ぐ。夫人はビリーにバレエの才能を見出し、ビリーも着実に上達していく。しかしそれを知った父は激怒し、親子の間に亀裂が入る。一方ストは過激化し、リーダー格の兄は警察に逮捕される。ウィルキンソン夫人はビリーにロンドンでのオーディションを受けさせようとするが、家族の苦境を目の当たりにしたビリーはそれに従うことができない。クリスマス、亡き妻の思い出から逃れようと片身のピアノを燃やす父。閉塞感に満ちた空気の中、外に飛び出したビリーは無心に踊る。父はその姿を見てビリーの望みを叶えることを決心する。翌日、スト破りの列に父の姿があった。兄の協力で事情を知った炭鉱仲間がカンパし、ビリーはロンドンのロイヤルバレエ学校を受験することになる。ここからがこの映画のクライマックスです。それまでの全てがチープな世界から一転、穏やかでゴージャスな世界へと生まれ変わっていきます。奇跡の物語の始まりです。この映画がよくあるアメリカ映画のような単なるサクセスストーリーに出していない理由は、登場人物一人一人の緻密な描写です。父、兄、祖母、コーチ、ゲイの親友、炭鉱夫仲間、果てはいつも街の路地に佇む幼い少女に至るまで思い通りにいかないそれぞれの人生を抱えています。時代に取り残された寂れた田舎町で才能に目覚めた少年はみんなの希望なのです。14年後、父と兄が駆けつけた大劇場で何が待ち受けているのか。最後の5分間、私たちは彼らと共に至福の瞬間を経験することになります。そして突然のエンディングの余韻の中で、母がビリーに残した手紙の一節をもう一度噛みしめるでしょう。ビリー、あなたを誇りにし続けます。自分を大切に。そう、この映画は老いも若きも誇りを失わずに自分を見つめることの大切さを、イギリス流ユーモアというオブラートにそっと包んで教えてくれます。名画だけが持つ極上の余韻です。なお、本作を通してイギリス映画の良さに魅せられた方は、次の3作品も合わせてご覧ください。いずれもコメディですが、おかしな中にもほろりとさせられるシーン満載で楽しめます。1作目はブラス。閉鎖騒動の持ち上がる小さな炭鉱の町を舞台に、ブラスバンドを通じて音楽と生きることの素晴らしさを、人間模様と社会風刺を織り交ぜて描いた作品です。2作目はフルモンティ。今は衰退してしまったが、かつては鉄鋼業で大いに栄えたイングランドの小さな町を舞台に、鉄鋼所を解雇され失業中の金欠中年男6人が一攫千金を狙ってスティールスリッパーと揶揄されつつ、男性ストリップショーに出演するまでの様子を描きます。これが何ともおかしくて楽しいです。3作目はウェイクアップネッド。アイルランドの小さな村に住む老人ネッドは、日本円にして12億円もの宝くじを当てたものの、喜びのあまり心臓麻痺で急死してしまいます。
ネッドには身寄りがなかったので、このままだとせっかくの賞金が手に入りません。村人が相談の結果、みんなで山分けということになるのですが、3作品とも賞品ながら絶対に期待を裏切れないことを約束します。今回の動画はこれで終了です。この動画が良かったと思う方はぜひグッドボタンを押してくださいね。それではまた次回別の作品でお会いしましょう。ごきげんよう。